そうですね、いつも通り練習試合でやってることをこの試合でもやろうっていうふうには昨日スタメン発表された時に考えてたんで、それを 100% できたわけじゃないんですけど、でもある程度はできたかなっていう手応えもありますし、結構やれたとは思います。ここまで来たらもう優勝して J1 昇格しかないんで、で皆さんと一緒に共に戦っていって、自分も多く試合に絡んでいけるように頑張るんで、一緒に頑張っていきましょう。